ナルト完璧遅刻ね、あいつ。あれサスケは？俺とやるドスってやつもいねえぜ。サスケはまだ見つからないのか。おろおろしてんじゃねえ。ちゃんと胸張ってしっかり客に顔見せし、この本戦お前らが主役だ。おお、これはこれは風影殿、遠路はるばるお疲れじゃろ。ではそろそろ始めますかの。これを見ろ。少々トーナメントの変更があった。自分が誰と当たるのかもう一度確認しておけ。あのサスケ君の身に何かあったんじゃ。なんだ。そう、サスケがまだ来てねえんだけど。あの時サスケ君本当に病室抜け出したのかな。不先輩とする。自分の試合の開始時間までに到着しなかった場合、あいつの性格なら体引きずってでも来るはずなのに。おかしいってばよ。なしってのはルールだ。いいかてめえら、勝負はどちらか一方が死ぬか負けと認めるまでだ。ただし俺が決着がついたと判断したらそこで試合は止める。分かったな。反論は許さない。それじゃあ1回戦はヒューガネジ渦巻きになると。ナルト君、こりゃ見物だ。うん、運だけで残ってきたやつは。しかしあのガキがここまで残るとはな。所詮ここまでかな。相手が悪すぎる、あのナルトってやつ。ヒューガ一族にはいくらなんでも勝てねえよ。あいつを舐めてるとびっくりするぜ皆さんよ。何か言いたそうだな。前にも言ったろ、絶対勝つ。自分を信じきっている目だ。本当の現実を知ったとき。ぐちゃぐちゃ言ってねえで始めようぜ。では第一回戦。よく見ておけ花火。ヒューガの決定限界をあれほど色濃く受け継いでいる者もおらん。姉さんより？おそらくお前よりもだ。今度はヘでどうにかなる相手じゃねえぜ。接近戦はダメだぜ。あいつにはあれがある。ナルトのやつ
分かってんのか。行くやつがあるか。ダメ、ナルト。相手には団結が見えるのよ。やべえ。わかっただろう。お前に勝ち目はない。おめえの力を確かめただけだ。本当の戦いはこれからだってばよ。影分身の術。考えたわね、ナルト。こりゃ分からねえぞ。面白いやつだ。影分身。へっ、強がるなってばよ。だが所詮本体は一つ。来るなら来ればいい。王子の防御の前ではね、攻めるばっかりじゃないのよ。無駄よ。おい！おかげになるか。これじゃ無理だな。なんで。なんでいつもそうやって決めつけんだってばよ。ってもっと現実を見ろ。おかげになる者はそういう運命で生まれてくる。運命でそう決められているんだよ。やはりまだ宗教を恨むか。だから何だってんだ。俺は諦めが悪いんだってばよ。俺もそうバカじゃないと言ったろう。本体なら勝ってんだよ。お前が攻撃すればするほど
その一体が明白になる。ナルト君、ナルト君、負けないで。本体はお前。だから勝手に決めんなって言ってんだろうが。ここまでだな。勝ったと思ったか？なんだ今の。あれは回転。あれがネジの防御よ。なめんなよ。回転はヒューが宗家、つまりヒュくそ。お前は俺のハッケの領域内にいる。銃剣法、まさかハッケ64章。本家の者が宗家を超えるか。まさに恐るべき才能よ。32章64章。終了だな。日差しよ、やはりヒューガの家はお前が。お前はもう盾もしない。全身64個の点血をついた。悔しいか。努力すれば必ず夢が叶うなんてのはただの幻想だ。ナルト。おい、血出てんじゃねえかよ。僕が見てあげよう。まあ、怪しいもんじゃないよ。あんたは大丈夫。僕は医者。もうやめておけ。これ以上やっても同じだ。んなこと言っても、こっちにはしっかりあるんだよ。別にお前に恨みはない。うるせえってばよ。なんでおめえはそんなに強えのに。何の話だ。お前には関係ない。もう落ちこぼれ呼ばわりするクソ野郎は俺が絶対許さねえ。ヒューガ宗家には代々伝わる秘伝忍術がある。それが呪忍術。呪忍術。それはその呪いの印は籠の中の鳥を意味し、この呪印術により
この忌まわしい印を額に刻まれた。俺の父ヒューが膝した。どうしてそんなことする必要があんだよ。この額の印はただの飾りじゃないんだよ。そんなへんてこな印にどんな意味があんだってばよ。白眼の能力を封印してな、俺の父親のおかげでな。そしてこの呪印は死んだ時のみ消えてくれる。忌まわしい呪印から逃れるには死ぬ以外に方法はない。そこで運命はすでに決まっていたのだ。そしてこの試合、お前の運命も俺が相手になった時点で決まっている。お前は俺に負ける運命だ。絶対にな。そんなもんやってみねえと分かんねえだろ。救えないやつ。運命全部決まってるって思うのはすげえ勘違いだってばよ。終わりだ。落ちこぼれねえ。逃げんじゃねえ。自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だ。ナルト、お前みたいな運命だなんだ。聞いたようなセリフだな。そんな逃げ腰野郎には絶対負けねえ。何も知らぬガキが偉そうに説教するのはやめろ。身を背負う運命がどんなものか、お前などに分かるものか。分かるってばよ。カッコつけんじゃねえよ。こいつ別にてめえだけが特別じゃねえんだってばよ。造形なのに認められない自分を必死に変えようとしてお前と同じように苦しんでたんだってばよ。思って血を吐きながらお前と戦ったんだ。本当はお前だって運命に逆らおうと必死だったんだろ。もう大丈夫。あとは安静にしておくことだ。お前の64の転結、結局のところお前も日向様と同じ運命だ。うるせえ。白眼で何でも人のこと決めつけて。くそ、くそ。お前の言っていることが正しいかどうか見せてもらおうか。とは言ってもチャクラを全く感じねえ。ああ、絶対お前倒してそれを証明してやる。お前の中に初めから眠ってるどでかいもう一方のチャクラ。お前はチャクラを2種類持っとる。キュービのチャクラ、あれを。クソギツネ、力を貸し上がれ。お話はここまでだ。試験官、俺はこいつを殺すつもりでやる。チッ、ザグ、止めるなら自由にやってくれ。無駄だと言っただろ。あ、絶対に今回ばかりは絶対負けられねえ。無理だ、連結をついたんだぞ。あ、どうだ、俺がネジな野郎をぶっ飛ばすの。お前も絶対見に来いよ。
どうしてそこまで自分の運命に逆らおうとする？落ちこぼれだと言われたからだ。どういうことだ。バカな。チャクラが漏れ出してやる。こいつ一体何者なんだ。バカ、献血を使われてるんだぞ。そんな、ありえない。いつの間に極みのチャクラ。まさか、このチャクラ。行くぞ。なんだあれは。あれがチャクラなのか。力だ。修行の時より。感じる。お前、接近戦には自信があるんだろ。ヒューガの憎しみの運命だかなんだか死ねえがな。まずい、回転を。お前が無理だっつうなら、もう何もしなくていい。俺がおかげになってから優雅を変えてやるよ。あのガキバカ力出しやがって。これじゃヒューガの小僧。ねえ、どっちが寝ると。ネジの回転は体を回転し相手のチャクラをいなして弾く技。ネジに勝てる下人なんていないのよ。でもナルト君、君はすごいわ。落ちこぼれ君、悪いがこれが現実だ。これで本当に終わる。
影分身を穴に残して正気を見出したか。やられても勝つことを信じ、次を考えて動くか。こいつはそれを分かってる。しかも天然でな。うかつだった。俺とっさに影分身。お前の得意忍術か。俺ってば、アカデミーの卒業試験に3度落ちてる。いつも決まって、俺の一番苦手な忍術だったからだ。分身の術は、俺の一番苦手な忍術だったんだ。そんなつまんねえことめさめさ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。勝者渦巻きナルト。あの狐のガキがこんな戦いをするとはな。やったー！たぶんスタミナバグだな。強くなってくる。それってすごいことだよ。あんたの戦いを見てると私も頑張らなきゃって思うの。マジやっべ。なんかへこむ。なんかキャーキャー言われて。の生き方を選ぶとき、人は生きる目的に向かって頑張れ。戦いでやっと分かったような気がします。それを持つ者が本当に強いのだと